週間のお天気をお伝えします。今日の低気圧や前線が通過した後、明日からは冬型の気圧配置が続きます。上空には真冬並みの寒気が流れ込んできます。北日本の日本海側ではまとまった雪が予想されており、北海道の日本海側を中心に2日金曜日にかけては大雪となる恐れがあります。また日本海側、東北でしたり北陸、山陰にかけても初雪が観測される可能性があります。このように雪が降るところがありますので、最新の情報をご確認ください。またこの寒気とともに気温が一気に下がっていきそうです。明日30日水曜日頃まではまだ太平洋側などでは気温が高めとなるところもありますが、その後は一気に気温が下がっていき、真冬並みとなっていきそうです。最低気温もかなり低くなっていきまして、これまで暖かかった分かなり寒さを感じられそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理などはしっかりと行うようにしてください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報、週間のお天気も確認することができます。ぜひご活用ください。